笹成政は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将、大名。笹清州の子。通称は倉之助。家紋は白、馬印は、金の三回菅笠。高塚笠高子の外祖父。笹氏は、尾張国葛貝郡平城によった土豪で、もともとは、織田信康に属していたとされる。笹氏は、宇田玄寺大見笹氏の所流で、尾張国に移りしはの、 ついで、小田氏の家臣になったと思われる。その他に、上佐国佐々省から尾張に移ったとする説、藤原氏出身説、還元聖を名乗ったとする説がある。佐々清州の三男として、尾張国カスガ郡平城に生まれる。天文19年、小田信長に仕える。兄にマサジ、孫助がいたが、清州の次男、孫助が、 工事2年8月24日の稲尾の戦いに、武者大将として出陣し奮戦するも29歳で、うち死に、長男、正次も、A63 年の桶狭間の戦いでうち死にするなど、兄弟が相次いで亡くなったため、A63 年に、父、青州から家督を継ぎ、平城主となる。25歳であった。A64 年、森兵衛の戦いで、敵将、稲葉又右衛門を、 池田恒大と共に打ち取る太鼓を立てる。A60 年、成政は黒ロ衆の住人の筆頭となった。信長の場合は、黒、赤それぞれ住人という切れの良い数にしていたあたり、馬回り、故障の中で武功の優れたものを選抜したと考えられる。黒ロ衆は馬回りから、赤ロ衆は故障衆から選ばれたようである。元気元年6月。 姉川の戦いに先立つ、八宗山の野口では、柳田広正、中条家棚らと共に、少数の馬回り衆を率いて元軍に参加し、鉄砲隊を用いて活躍したとされる。永六十一年、信長は、足利義明を報じて六万の兵で、上落の都に着いた。この上落の都、大江で起こった観音寺城の戦いでは、六角義方の身の作上、 観音事情を攻略し、9月28日、刑に入った。そこには、成政の姿もあった。天正2年、長島一行一騎との戦いで、長男、松千代丸を失う。天正3年5月21日の長篠の戦いでは、前田利家らと3000人の鉄砲隊を指揮した。笹成政の馬印天正3年9月、織田信長は越前国政圧後。 柴田勝家を置き、北陸方面の軍団長とした。越前十二軍のうち八軍は柴田勝家、府中近辺の二軍は成政、前田敏家、不和工事の三人に与えられた。府中二軍はおよそ十万国だったとされ、その後、地域の政務を常に三人の連盟で行っているところから、領地を分けず、収入のみを分配した IQ 事業であった。成政は、 小丸城を築いて、居城とした。この頃の成政は、勝家、利家、工事と行動を伴いにすることが多かったが、府中三人衆は、勝家の寄り木とはいえ、半ば独立した、織田軍の遊撃部隊的存在でもあった。北陸と上方を往復することが多く、上杉氏と対峙しながらも、北陸での戦いが落ち着くとしばしば機内へ呼び出されて、石山合戦や張間国平定、 荒木村重聖罰などにも従軍している。この時、府中三人衆は荒木一族の処刑を命ぜられ実行している。天正5年8月、北国に向けて出陣し、能登国に侵入した、上杉勢を攻めるために、柴田勝家らと共に、加賀国に侵攻したが、七尾城の陥落を受けて、同年10月に撤退している。しかし、 手っ取り川の戦いからわずか半年の天正6年3月に、上杉謙信が死去すると、次第に形勢が逆転する。天正8年3月、信長と石山本願寺に講和が結ばれた途端に、北陸方面は活発化し、柴田勝家が一向一揆を制圧。同年11月に、勝家がついに、加賀を平定すると、それに従軍して、能登国や越中国にも進出した。 天正8年以降、神保長住の女性として、一向一揆及び上杉陰勝に対する最前線であった越中国平定に関わった。同年秋には、治水事業にも着手し、富山城下を守るために、現在の富山市内を流れる城岸寺川沿いに、笹殺積みと呼ばれる堤防を築いている。天正9年正月下旬から2月下旬頃、成政は、 富山城に入城をする、成政のもとに、神保ら越中勢が編成された。天正10年3月、長墨が、急進の小島職鎮、当人親広らに、富山城を吸収され、捕らえられる事件が発生する。間もなく、織田軍の犯行で助けられたが、長墨は失脚し、追放された。長墨が失脚したことにより成政は、腰中国一国主語となり、 と山城を居城として大規模な改修を行った。この頃が成政の絶頂期であった。越中支配の実態は不明な点が多い。家臣に対する事業当て業、安自社領の寄進、安に関する発給文書は偽文書を含めて25点前後が確認されている。事業当て業、事業安いずれも 石公表示ではなく、標高表示によってなされているのが特徴である。対一向一期、対上杉氏に対する臨戦体制の中で過酷な切り取り支配が行われていたことから、石公表示による安定的な検知とは性質が異なることが伺える。天正10年6月、本能寺の変が発生する。この時点で、成政の属する北陸方面軍は、 上杉軍の越中最後の拠点である、宇オズ城を3ヶ月の行為の末に攻略したばかりであり、あと少しで、上杉影勝の本城である、春日山城に迫る勢いであった。このクーデターによって、北陸方面の諸将は動揺し、その対応に足並みが揃わなかった。返邦が届くと、北陸方面の各将は、それぞれの領地に引き上げたため、上杉軍の反撃に遭い、 成政は、その防戦で、身動きが取れなかった。一方、成政と同じく、北陸方面軍に属する、柴田勝家は、上落を図ったが、退治していた、毛利照元と和睦して、中国大外資によっていち早く機内に戻った、橋場秀吉に、明智光秀を打ち果たす手柄を立てられ、先を越された。天正10年6月27日。 キヨス会議において勝家と秀吉とのおだけの実権争いが表面化すると、成政は勝家方についた。キヨス会議の領地再配分では、越中国を安堵された。この頃、本能寺の変の後一時的に空城となった、宇オズ城には、須田光地下を中心とする、上杉勢が入り、越中東部における湿地を奪還していたが、成政は再び、 呂大津城を攻めて上杉方から奪還している。笹成政が提発して、橋場秀吉に降伏したという地に立つ笹、成政提発支店章十一年四月、静ヶ岳の戦いでも勝つ家方に組みする。しかし、成政は、上杉継承への備えのため、越中を動けなかったため、おじの笹平左衛門が率いる、兵六百人を援軍として出すに留まった。合戦中における、 前田利家の寝返りや上杉影勝の圧力もあり、柴田勝家は北の省城に敗走する。この戦いに自身は着陣しなかったものの、勝家方だった成政は娘を人質に出して、停発することで、秀吉に降伏し、越中一国を安堵された。この頃機内では、笹成政の裏切りによって勝家が滅んだとの風説が流れていたという。 天正十二年正月四日、成政は、前田玄威と共に秀吉の茶会に招かれた。同年十二日には、陸津守に任官した、御礼に散大している。徳川家康が、反秀吉の姿勢を明確にした、天正十二年三月以降、家康や大久保忠世との交流が確認されている。この頃、小牧、長久手の戦いが起こっている。この小牧、 長くての戦いの最中において、成政が徳川方に寝返ったタイミングは、天正12年5月中旬、もしくは8月とされている。天正12年8月28日には、秀吉法の前田利家への朝日山次郎を攻撃している。確実な資料の裏付けはないがこれが、藩主法としての最初の軍事行動である。この攻撃は、 前だけ家,家臣の村井長頼りに撃退されている。同年9月9日、都市家の両国である、加賀国との都国の分断を図るべく、放奪さんを超えて、壺3歳に婦人し、総勢1万5000人で秀吉方に立った都市家の末森城を包囲するが、金沢城から急行した前田都市家が、末森城に殺到する佐賀軍の背後から攻撃し、佐賀軍は敗北を喫した。 この時期においても越後国の上杉影勝とも敵対していたために正面作戦を強いられ苦戦が続いた。小牧、長久手の戦いの最中に秀吉と信夫との間で和議が成立して家康が停戦すると、元頭の飛田三味役、立山三景を自ら超えて浜松へと踏破して家康に再挙を促した。しかし、家康の説得に失敗し、 織田信夫や滝川和正からも心よい返事は得られなかった。成政は、失意の中、再び越中へ帰国する。しかし、それでも成政は、半鳥をとみ、前田姿勢を崩すことはなかった。天正13年、秀吉は、小牧、長久手の戦いの後も未だ反抗を続ける、笹なりを討伐するため自ら越中に乗り出し、富山城を十万の軍で包囲し、 成政は、織田信夫の仲介により降伏した。秀吉の裁定により、一命は助けられたものの越中東部の新川軍を、除くすべての領土を没収された。ただし、引き続き軍内の諸状には、青山市、船見知らが、維新の放棄に備え駐留した上と山城も破却。成政も在国を許されず、祭祀と共に、大阪に移住させられた。以後しばらくは、 おとぎとして、秀吉に仕えた。天正十五年、成政は、橋場の名字を与えられている。さらさら声さらさら声を描いた西木江張りの木峠は、さらさら声と呼ばれ、越中と新州をつなぐ抜け道であった。天正十二年、成政がこの峠を越えて、新州から浜松まで行き、家康に面会したとされるが確実なことは不明である。 大鼓器がこれを文学化して伝え、地元の高校泉徹録がさらに大幅に脚色したもので、様々な説が存在している。以下の三つのルートの可能性があると指摘されている。ザラ峠、針の木峠ルートで、縦山連峰を越えたとする説。絵本大鼓器などにも書かれている、江戸時代から提示されている説である。当縦山越えは困難であるため、 日だから安房峠を越えて、新州に出るルートを通ったとする説。越後経由ルートで、越中から日本海沿いを北上して、越後糸井川地域に入り、そこから南下する戦国街道を通るという説。上杉川でありながら、佐々、徳川に内容している村上義長の清流下範囲を通過するとともに、議長から手術の援助を受けて、越後を通過したとされている。 平城跡に立つささなりまさ上司の石踏みとなりまさの墓天正十五年の九州征伐で功を挙げたことを契機にその後の九州国分では希後一国を与えられた。秀吉は早急な改革を慎むように指示したとも言われる。病を得ていたとも言われるなりまさは早速に検築を行おうとするがそれに反発する熊部地神奈川を中心とする国人が一斉放棄し、 これを自力で沈めることができなかった。天正16年2月、成政は謝罪のため大阪に出向いたが、秀吉に面会を拒否され、天ヶ崎に遊兵される。秀吉は暗黒自衛系による除名単願に耳を貸すこともなく、加藤清正を検視として、成政の切腹を命じた。切腹の時、担当を横一文字に引いた後、 造婦をつかみ出して天井に投げつけたと言われる。墓は、摂津国阿孫がの宝園寺にある。成政の二人の兄や娘の年齢から、没年齢53歳説が有力とされている。改名は、成政寺には月堂暇、大古寺。寺聖家は、この頃の薬妄想を入れ置きし、鉄鉢袋今破るなり。秀吉に、肥後一揆の責任を問われ、召喚されて、 以来の災難災悪、それが、役だ。その役によって悶々と悩み抜き、思い巡らした、妄想、それを入れておいた、鉄鉢袋とも言うべき、我が肉体を、今打ち破って死に赴くという五達の心境を読んだ、ものである。平成十年、法園寺境内の供養塔の一角、成政公信墓の向かいに、自生費が混流された。新墓と同じ大きさである。 ささなりさの愛称、さゆり姫がその下で切られたと伝わる、磯部の一本絵の木跡、さゆりという美しい側室がいたとされる。成政は、このさゆりを深く長愛してはばからず、さゆりは解任する。それが嫉妬を呼んだか、ある時成政さが城を留守にした時に、さゆりが密通している。お腹の中にいる子供は、成政様の子ではないという噂が流れた。 非常した成政はこれを聞いて、劣化のごとく怒り、有無を言わさずさゆりを神通川の川沿いまで引きずり、紙を逆手に取り中に引き上げ、殺してしまった。それだけでなく、さゆりの一族十八人すべての首を跳ね、極門に貼り付けにしてしまう。さゆりは、死ぬとき、己成りまさこの身はここに残罪せられるとも、冤魂は悪気となり数年ならずして、 何時が子孫を殺し尽くし仮名断絶せしむべしと叫んだ。また、さゆり姫は、立山に黒百合の花が咲いたら、笹家は滅亡すると呪いの言葉を残して死んだとも言う。笹水尾によると、母に我が家では、絶対百合花の花は生けてはいけませんと言われていたという、さゆりが殺された神通川のあたりでは、風雨の夜、女の首と鬼火が出るといい。 それを、ぶらりヒといった。その他にも、無念の死を遂げたさゆりにまつわるエピソードは数多く、残されている。このエピソード以外にも、数多の心理不明なエピソードが残されている。また、成政失脚の一端となったと言われる、黒百合伝説がある。秀吉の性質北の万所は、陳花とされる、黒百合を成政から送られ、披露のため茶会を開くと、 ヨドデンは大量の黒百合を急遽取り寄せ、珍しくも何ともないと言わんばかりに飾ってみせ、北の万所は恥をかかされたとなりを憎んだという。笹さり政が身を滅ぼす元凶となった、日後国人日記と、その原因とされる現地強皇については、様々な評価がある。従来は、小勢力ながら武士である国人が拡挙する日後に対し、秀吉は、 慎重な統治を求めたのに対し、成政が強硬な手段に出たため反発を招き一揆が勃発したとされ、そこから逆に、秀吉の陰謀説も唱えられていた。しかし、この説には疑問もしくはより複雑な背景があるという意見が提示されている。秀吉が成政に慎重な両国運営を求めた論拠は、対抗期にある五箇条の定め書きに記された国人の 治行安土と三年の検知禁止にある。しかし、天正十三年六月六日に与えたとされる、この書は、宛名が、笹倉の助となっており、それに先立つ六月二日に、成政を、日後国主に任命する、領地宛会場にある宛名、橋場日後自重とも、またそれに先立つ五月会日に、国人の相良長ごとや大屋の種元に宛てた、主院上にある成政を指す。 橋はしばむつ守るとも異なる。また、文体に漢文と和漢文が混ざっている点も不自然である。これらを証拠に定め書きには疑問が提されている。成政は入国後検知に着手し、これに反発した7月10日の熊部力が判断が国人一揆の勃発を呼んだとされている。しかしながら、成政検知の実態は明らかにされていない。 太宰府天満宮文書に残る孔子軍富の大村の実施例では、検知は指で方式で行われ、具体的な国高は記録されていない。ところが、小四郎や大へ与えた安度宛行の文書では、秀吉の安度が200兆なのに対し、成政は秀吉安度が50兆であり100兆を新たに成政が与えるとしている。このような分析から、成政は、肥後国人支配を、 主因上に基づく秀吉直下から、成政が影響力を持ち、間に入る重層型への切り替えを行いつつ、実質の領地を削減しようとした行動があったものと、みなす説もある。その他にも、領地組み替えを行い勢力の分散を図った点も見られ、これらが複合的に国人の反発を招いたとも分析されている。秀吉は、ご機内道全体性と呼ばれるように、 九州沖内と同様に重視していた。この背景には、すでに、朝鮮半島そして明への遠征が、視野にあったとされる。重要な平坦公演地となる日後の国主に、成政を任命した背景には、それだけ秀吉は成政を高く評価していたという説も、ある。橋場星や陸守るという感触を与えていたところが、この根拠とされている。毎年7月後半に、 富山市場滝地区にて、観光大山、笹成政戦国時代祭りなどが催されている。ありがとうございます。